真の自立を勝ち取るため、我らジオン国は我々も同じ土俵に立つんです。地球連邦政府に対し宣戦を布告。新型モビルスーツの開発計画。この一戦の勝敗が今次大戦において大きな意味を持っていたことだけは確かである。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回はギレンネボジオン独立戦争期地球連邦軍編、ヤザン少佐を目指す続きをプレイしていきたいと思います。一之井戦争開戦当時中尉だったヤザンが大尉そして少佐へと階級を上げていくというのを目的にプレイをしています。ただ現在ですね、撃墜スコア順調に伸ばしているものの中尉から大尉への昇進が来ていないという状況です。そんな中、直属の上官シナプスはロジャース大尉を少佐に提案してきてますね。これどういう思いなんでしょうね。まあ、僕はあんまり昇進するっていうことに興味がないので、なかなかどういう感情かっていうのは分かりづらいんですけど、自分が昇進したいと思ってる時にライバルが昇進されるとちょっと悔しいんじゃないかなと思いますね。まずはただロジャースを大尉から少佐へ昇進させておきます。一方のヤザンなんですけども、ヤザンもですね頑張ってはいまして、まあ、前回も撃墜スコア16伸ばしてくれて、地道にですね功績値を貯めているという状態です。ランクももう A まで上がってますので、あとここからはねガンダムでしっかり撃墜スコアを伸ばしていってもらいたいと思います。では今回なんですけども、キリマンジャロの攻略作戦が来てますので、キリマンジャロの攻略作戦を行っていきたいんですが、その前にですねアプサラスの開発イベント来てましたので、そちらご覧いただいてから続きプレイしていきたいと思います。報告します。ゼロ八小隊のシロアマダが敵モビルアーマーとの交戦中消息を絶ちました。現在シロアマダと敵モビルアーマーの行方を捜索させています。報告します。ジオンはフラナガン機関と呼ばれるニュータイプ能力の軍事利用を研究するための新部門を設立したようです。今まで概念的な存在でしかなかったニュータイプが戦力として投入される可能性があります。ご注意ください。アプサラスの開発イベントに続いてフラナガン機関の設立イベントも来ましたね。ジオンは順調にイベント進めてきている感じがします。報告します。オデッサ作戦の任務を終えたホワイトベースがベルファスト基地に到着しました。ホワイトベースは今まで通り彼らに任せておいてよろしいのですか。はい、ホワイトベース隊ですね、存続させるかどうかという内容ですけども、存続させておいてこの後宇宙でもね、まあ、ララーだったりシャリアブルだったりコンスコンだったりっていった部隊を撃破してもらいたいので、このままホワイトベース隊はブライトに任せておきたいと思います。激戦を戦い抜いた彼らなら問題なかろう。ホワイトベースはこのままジャブローに向かわせよう。本当なら連中に1週間の休暇もやりたいところだがな。報告します。行方不明となっていたシロアマダが帰還しました。しかし行方不明中にジオン兵と接触していたらしいのです。小島の言う通りシロアマダは敵と通じた可能性が高い。それでも調査を続けさせるというのですか。ここでシロを調査続行させるかどうかというイベント発生しています。続行させるとシロが抜けてしまうので、ここはノーを選択しておきたいと思います。それが妥当でしょうな。ゼロ八小隊は通常任務に戻し、シロアマダにはしばらく監視をつけておきましょう。それでは第ゼロ八 MS 小隊調査の中止と通常任務への復帰を命じます。ではキリマンジャロの攻略作戦始めていきましょう。キリマンジャロコラは、キリマンジャロにはオデッサを攻略した部隊と、あと公園ですね、これマドラスに戻して軍を再編した上で、突入をさせていきたいと思います。攻略作戦案を設定してください。でさらにですね、
水陸両用モビルスーツジオン軍多数投入してくる可能性あると思いますので、対数攻撃要請を今回は作戦に組み込んでおきたいと思います。これで攻略作戦発動します。我が軍はこれよりキリマンジャロ攻略作戦を開始する。アフリカ大陸に展開するジオン地上軍の戦力を削ぐためにはこの地域の制圧は重要なもので、諸君らの検討に期待する。報告します。ホワイトベースを狙ってジオン軍の潜水部隊がベルファスト基地に攻撃を仕掛けてきました。ホワイトベースは無事ですが、ベルファストの防衛施設に被害が出ています。ホワイトベースがベルファスト入ったところ狙われたという内容ですね。ここでベルファストに寄港している間にカイがね、ミハルと出会ったりとか、まあ、そういうイベントがあったところだと思います。キリマンジャロの攻略作戦進行中ですけども、ウェリントン社からモビルスーツの技術提供を受けられるようになりましたので、そこだけご紹介しておきたいと思います。舞台の方はですね、レベル将軍とヤザンのいるシナプス大佐の部隊が同時にキリマンジャロに進行できるように準備中です。その後ご詰めとしてですね、一応公園の部隊、これマドラスから潜水艦隊としてこの後派遣を予定しています。ようやくヤザン大尉への昇格提案来ました。ヤザンを大尉に昇進させましょう。大尉となってキリマンジャロ攻略戦にね、参加できそうです。ヤザンついに大尉に昇進です。報告します。ジャブローに帰還中のホワイトベースがジオン潜水部隊の攻撃を受けました。どうやら密航していたジオンの民間人スパイが情報を流していたようです。もしかしたらホワイトベースは敵に尾行されているのではないでしょうか。はい、先ほどお話したミハルと思われる民間人スパイの話が出てきましたね。結構細かく再現されてますね、この辺りは。報告します。ジオン軍は高出力のメガ粒子砲を装備する新型モビルアーマーを完成させたようです。この強力な機体が戦線に投入される可能性があります。アプタラスの完成報告が入ってます。もし出てくるようであれば接近して囲んで集中攻撃で撃破していきたいと思います。キリマンジャロに部隊が到着しました。作戦の、ではキリマンジャロに部隊到着しましたので作戦に入っていきましょう。レベル公園シナプスと3部隊同時に侵入させることができました。うまくタイミングコントロールできましたね。では進めていきます。まず強撃は絶対欲しいですよね。奇襲も入れたいです。で電撃で先制攻撃取りましょう。対数攻撃要請は絶対に入れます。そして黒い死神で行きましょう。で余力があればですね、2段目で指揮紅葉を入れたいと思います。ヤザンは大尉になりましたので、次は念願の少佐目指してここも撃墜スコア稼いでもらいたいと思います。策略を実行します。では進めていきましょう。敵の策略も確認しておきます。敵は攻撃陣形と指揮紅葉ですね。では配置確認します。まずは敵水陸両用モビルスーツいるかなと思いましたけど、いなそうですね。なので公園の潜水艦隊はこのまま上陸できそうです。一方ヤザンとレベルの部隊はマップの上から入ってますので、このまま拠点を確保しながら南下しましょう。進軍ルートとしてはどうだろう。キリマンジャロの山自体に行くよりかはやっぱり平地をたどっていった方がいいかなと思いますので、部隊を南下させていきたいと思います。全体マップで確認していきましょう。
では交戦状態に入りましたので、ここから敵部隊撃破して回りたいと思います。まずヤさんですね、しっかり撃墜スコア稼いでいきたいと思います。戦場ではビビったもん、今回撃墜スコアこれが1ですね。ちょっとまたダメージを受けてしまったので回復しながらあの戦いにはなってこようかと思います。モビルスーツ隊展開してまして、公園の潜水艦隊の方もですねアクアジウムを一度展開してあります。ただ戦力的にはレビルとシナプスの部隊を待ちたいので海上で待機させます。では交戦状態本格的に始まりましたので、ここからですね一気に敵殲滅戦に入っていきたいと思います。まあ、敵の数多いので、まあ、削りながらという戦いになるとは思うんですけども、そんな中でもヤザンはね優先的に敵撃破できるようにちょっとアレンジをうまくしてあげる必要があるかなというところと、あとは補給線をねしっかり確保しながら攻撃できる回数を増やしたいと思います。ヤザン今現在ここ拠点上に入ってますので、次のターンでね回復してまた前線へと出していこうというところです。水陸両用モビルスーツ敵少ないですけども、案外が出てきてるようなので、この案外だけは早めに仕留めちゃいましょう。他はパッと見いなそうですね。なのでこのままね、待機させて、レビルシナプスの部隊がなんか順調に進んできたらタイミングを合わせて上陸していきたいと思います。ここにドゼル中将がいるんですね。このドゼル中将はどうしてもガンダムで撃破したいですよね。ヤザンでね削っておいてここぞというところで一気にヤザンで撃破するっていうのを考えましょう。おそらくゾックだと思います。ここはヤザンがアッザムを共同撃墜でスコアこの戦いで6まで伸ばしました。ドズル中将は普通にスレッガーが落としましたね。スレッガーが功績だいぶ稼いだかな。では敵の前衛部隊あらかた退治しましたので、ここから南下して一気に敵本拠地中心部狙っていきたいと思います。報告します、ホワイトベースがジャブローに到着しました。現在宇宙専用ドックに収容中。はい、キルマンジャーを攻略作戦中ですが、ジャブローにホワイトベース到着したというイベント入っています。例のホワイトベースが到着したようだな。将軍はあの船をどうするつもりかね。うん、彼らには宇宙に行ってもらい、星1号作戦の存在を隠すために陽動作戦を行わせるつもりだ。だがあの船の処遇を疑問視する声もある。それでもあの船を宇宙に行かせるつもりなのか。はい、ホワイトベース隊ですね、このまま存続させて、空へと上がってもらいましょう。まあ仕方なかろう、ホワイトベースには私から命令を伝えておこう。そう、ホワイトベースに任務を続けさせるなら補充と修理が必要です。ホワイトベースが受けたダメージは深刻です。技術士官のウッディを修理に当たらせましょう。ではキリマンジャロ攻略戦ですね、続きやっていきます。ヤザンも回復したので再び出していきましょう。もうちょっとね効率よくこのターンは進めていければいいかなと思ってますので、うまく回復とね、攻撃と組み合わせながら進んでいきたいと思います。これでヤザンは8、9と撃墜スコア伸ばしてます。共同撃墜ですね。実力が違うんだよ。では潜水艦隊もここから上陸作戦に入っていきましょう。アクアジムが多少損害出る可能性はあると思いますが、敵もまだまだ数多いので上陸して敵の殲滅にフェーズを移行していきたいと思います。これでヤザンが9、10、11とスコア伸ばしています。戦場では
9、10、11です。激戦ですか。大体戦局はもう消したかなというフェーズに差し掛かってきましたね。あとはどれだけ効率よくかつスムーズにヤザンに功績値を稼いでもらうかというところになってくるかと思います。皆さんは順調に撃墜スコアを稼いでくれてますが、2ターンでの攻略完了ならず3ターン目に突入していきそうです。緊急事態、ジオン軍がキャリフォルニアベースからジャブルを上陸部隊を最後の地球上での一大反撃作戦というキャリフォルニアからジャブルを攻略作戦が発動されたようですね。そうか、ジオンも必死のようだな。戦いの主導権はジオンから連邦に移りつつあった。この苦しい戦局を一気に覆すべく、ジオン地上軍は最後の賭けに出る。かなりの大部隊だな。とは言ってもジャブロ全部を攻撃するには少なすぎる。狙いは宇宙船ドッグのある A ドッグのみ。ホワイトベースつけられましたな。ああ、永遠に厄介者かな、ホワイトベースは。ジャブルを落とさせるわけにはいきません。至急防衛体制を。ジャブルにはゴップ提督が入ってまして、そこに量産型ガンタクを大量に配備してますので、それでは防衛していきたいと思います。配線を回します。我々木星事業団は友好関係にある機軍に協力するため、資源供給量の増加を決定しました。参謀本部より報告書が届いています。では忘れないうちに早速ですね、防衛作戦ジャブロ発動しておきましょう。まあ、迎撃するのではなくてジャブローであくまでも迎え撃ちたいと思います。敵予想進行ルートを表示します。では防衛に当たるゴップの軍団ですけども、特にゴップを戦場に出すつもりはなくてですね、ジムと量産型ガンタック、あと61機戦車も配備していて、全部で30ユニットですね。これで防衛していきたいと思います。あと間に合えばですね、さらにね、ジャブローに対して増援を送っておきたいと思います。ではジャブローに敵が迫ってきているという状況ではありますが、こちらはですね、キリマンジャロの攻略、これを完遂させていきたいと思います。進んでいきましょう。もう敵の数を消して多くはないところまで、来てますので、あとはですね、ここからじりじりと敵を追い込んで、ヤザンの功績値も稼ぎつつ制圧を行っていきたいと思います。ヤザンはこれで撃墜スコア14まで伸ばしてます。では最後ヤザンで防衛砲台、これを撃破して撃墜スコア16として終わりたいと思います。キリマンジャロ攻略完了になります。戦闘の恐ろしさを教えてやるよ。戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。キリマンジャロ攻略完了になります。敵基地の制圧に成功しました。我が軍の勝利です。将軍、ジャブローに部隊を派遣したことでキャリフォルニアベースの防衛は手薄になっています。攻略部隊の本拠地を落とせばジャブローも守りやすくなるでしょう。はい、キャリフォルニアベースの攻略、キリマンジャロの攻略完了して
先ほどご覧いただいた通りですね、今回ジャブローが狙われるという局面にもなっている中、逆にキャリフォルニアね攻略できますという提案来てますが、まずはジャブローの防衛を優先するという、ね作戦を取りつつ、キリマンジャロを攻略した部隊でキャリフォルニア攻略できるように準備を進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。参謀本部より報告書が届いています。